シークコンゴは、フランスの男性総合格闘家、キックボクサー。パリ出身、コンゴスマッシングクラブ所属。ベラトア世界ヘビー級ランキング3位。シークコンゴとも表記される。長い手足のリーチを生かしたアウトボクシングで相手を伺い、カウンターを狙う戦い方を得意としている。コンゴ民主共和国人の父とブルキナファソ人の母との間に、パリで生まれた。 5歳で、空手、剣道をはじめ、その後ムエタイや、グレコロマンスタイルレスリングを学ぶようになった。2005年3月19日、一撃で、グラウベフェー・トーザと対戦し、判定負けを喫した。2006年7月8日、UFC 初参戦となった、UFC61 で、ギルバート・アルダナと対戦し、TKO 勝ち。2007年4月21日、 UFC70 でアスエリオシウバに2から0の判定勝ち。続く9月8日の UFC75 ではミルコクロコップと対戦。長いリーチを生かして攻撃をヒットさせ3から0の判定勝ちを収めた。2008年3月1日 UFC82 でヒースヒーリングと対戦し1から2の判定負け。八月九日 u f c 十七で ダン・エヴァンセンと対戦し、パウンドによる TKO 勝ち。2009年4月18日、UFC97 でアントニー・ハードンクにパウンドで TKO 勝ちを収め、3連勝となった。2009年6月13日、UFC99 でケイン・ベラス・ケスと対戦。打撃で何度かダウンを奪うがグラウンドでコントロールされ、0から3の判定負け。 2009年12月12日、UFC107 でフランク・ミアと対戦し、ギロチン・チョークで一本負けを喫した。2010年3月21日、UFC オン・バーサス・ベラ・ビエス・ジョーンズでポール・ブエンテロと対戦し、グラウンドの肘打ちによりタップアウト勝ちを収めた。2010年10月16日、UFC120 でトラビス・ブラウンと対戦。 やや優勢に試合を進めていたが、3R にコンゴがブラウンのショーツを掴んだという反則により、コンゴが減点1を受けたことで、0から0の判定ドローとなった。2011年6月26日、UFC ライブコンゴ VS バリーでパッドバリーと対戦。序盤に右ダウンを奪われるも、その直後に右アッパーで逆転の小勝ち。 ノックアウトオブザナイトを受賞した。2011年10月29日、UFC137 でマットミトリオンと対戦。1.2R は手堅くポイントを取り、3R は打撃で積極的に攻めて3から0の判定勝ち。2012年2月26日、UFC144 でマークハントと対戦し、右フック連打で 1RTK を負け。 2012年7月21日、UFC149 で、ショーン・ジョーダンと対戦し、3から0の判定勝ち。2013年4月27日、UFC159 でヘビー級ランキング6位のロイ・ネルソンと対戦し、右フックからのパウンドで小負け。2013年5月4日、契約のもつれから UFC を離脱。2013年8月28日、 チームメイトのクイントン、ランページ・ジャクソンと同時にベラトアへ移籍。2013年10月4日、ベラトア初参戦となった、ベラトア102のヘビー級、トーナメント1回戦でマーク、ゴッドビアーと対戦し、膝蹴りとパンチの連打で TKO を勝ち。11月8日、ベラトア107のヘビー級、トーナメント決勝で、ピーター・グラハムと対戦し、3から0の、 判定勝ちを収め優勝を果たした。2014年4月4日、ベラトア115の世界ヘビー級タイトルマッチで王者ビタリー・ミナコフに挑戦し、0から3の判定負け。王座獲得に失敗した。2015年2月27日、ベラトア134でキングモート対戦し、1から2の判定負け。2015年6月26日、 ベラトア139で、アレキサンダー・ボルコフと対戦し、3から0の判定勝ち。2018年5月12日、ベラトア199で、ハビー・アヤラと対戦し、1R にカウンターの左ストレートで5勝ち。2018年10月13日、ベラトア208で、ティモシー・ジョンソンと対戦し、右ストレートでダウンを奪いパウンドで 1RKO、勝ち。 2019年2月16日、ベラトア216で、ビタリー・ミナコフと再戦し、3から0の判定勝ち。リベンジに成功し、ミナコフに、キャリア初黒星をつけた。2019年9月7日、ベラトア226のベラトア世界ヘビー級、タイトルマッチで、王者ライアンベーダーに挑戦するも、ベーダーの恋でナイサミングにより、コンが試合を続行することができなくなり、 ノーコンテストとなった。2020年10月11日、ベラトア248で、ティモシー・ジョンソンと再戦し、1から2の判定負け、リベンジを許した。ありがとうございます。